憲法記念日にあたり、最高裁判所の長官が談話を発表し、裁判手続きのデジタル化を審理期間の長期化という課題を解決していく契機としていくとの考えを示しました。裁判手続きのデジタル化も国民の司法に対するアクセスの利便性を高めるとともに、裁判手続き全体を合理化、効率化し、複雑困難な事件への対応力を高め、審理期間の長期化といった課題を解決していく契機としていくことが重要であると考えます。最高裁の徳田三郎長官は会見で、司法に対する国民の期待に応え、信頼を確かなものとするため、紛争解決機能を一層高めていく努力を続けていかなければならないなどとして、デジタル技術を活用して裁判手続きを効率化していく考えを示しました。また全国の裁判所で重大事件の記録が相次いで廃棄されていた問題を受けて、適切な運用がされていたとは言い難いと理解している、何が問題だったのかを十分分析した上で再発防止の対策を取っていかないといけないと話しました。